カバサーの幸福な瞬間ベスト3。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。 KT さん、31歳男性、カバサワ先生の幸福な瞬間ベスト3を教えていただけますか。はい、お伝えしましょう。カバサワ式はベスト1から行くので、ベスト1から行きます。カバサワの幸福の瞬間ベスト1は今ですね。今楽しいです。こうやって YouTube をやって、皆さんに話して、皆さんからの質問も来て、皆さんからのチャットも書いていただいて、それにお答えして、さらにまた言うと皆さんからのチャットも書いてきて、コミュニケーションだし、で後から動画を見る人もこれを何万人もの人が見るということ、すごいことですね。おそらくこの動画を見ていただいた人に、そういうメンタルを少しね、良くするとか予防するとか、そういうメリットがおそらく効果が出てるんじゃないかと期待してますので、こうやって動画を配信してる時っていうのが楽しいです。いろんなことしてる時も楽しいんですけど、今楽しいっていうふうに思うということが多いというか大切っていうことですね。この3つの幸福って本に書いてあるんですけど、今楽しいと思わない人は一生楽しく思えません。今楽しいって今幸福ってことですね。今幸福というふうに思えない人は一生幸福になれないんですよ。これはドキッとするかもしれませんけども、考えてみるとそうなんですけど、今幸福っていうふうに思える人は、今日寝る時にも、あ、今日も楽しい一日だったなというふうに思います。それが1週間続いたらどうなるかというと、今週1週間毎日楽しい一日だったなってなります。これが1ヶ月続くと、今月1ヶ月間毎日楽しかったなと、これが1年続くと1年360毎日楽しかったな、これが10年続くと10年毎日楽しかったな、これが50年続くと、いやー俺の人生ってずっと楽しいことばっかりだよねっていう風になるんですね。結局今の連続性でしかないんですよ。今日一日つらかったっていう風に思う人が1年後10年後に、いやー俺ってなんて幸せなんだろうっていう風になるのかというと、なかなか難しいんじゃないかと。ですから今日の一日の中でどんな楽しいことがあったか、どんな幸せなことがあったかを発見し、それを味わい、今楽しい、今幸せっていう瞬間を一日の中でどれだけ増やせていけるか、それが1日の中で10回20回あったとしたら、もうそれは間違いなくものすごく楽しい人生だし、楽しい1日だし、楽しい1週間だし、楽しい1ヶ月だし、楽しい1年だし、楽しい10年だし、楽しい人生になりますということなんですね。ということで、今楽しいというのはカバサワ流の楽しさであり、今幸せというのがカバサワ流の幸せの一番の基本的な根本的な部分でございます。カバサワの幸福な瞬間ベスト2、文章を書いてるとき。アウトプット大全という本も書いてますけど、アウトプットというのは話す、書く、行動するなんですけど、やっぱこの書くっていうのが重要なんですね。なので文章を書いてるときは私はものすごく幸せです。本を書いてるとき、あるいはメルマガを書いてるとき、 SNS に書いてるとき、とても幸せです。楽しい。なぜ楽しいかというと、自分の頭の中にあったものが文字として活字としてここに世界に出ていく。そしてさらにそれが、例えば SNS とか分かりやすいけど、ポチッとクリックすると何千人、場合によっては何万人、場合によっては何十万人の人がそれを見るかもしれない。本を書くっていうのもそうです。この本を書くことによって1万人の人が見る、2万人の人が見る、そうすると5万人、10万人、ベストセラーになると、もっと20万人、30万人の人がこの文章を読むかもしれない。自分の書いたものがですね、それだけ数万人の人に読まれるというのはものすごい楽しいことですね。これはそこまでの規模じゃなくてもいいと思うんですけども、皆さんが SNS に投稿しても10人か100人ぐらいの人は見るんじゃないでしょうか。それも楽しいことなんですね。自分の考えとか自分の思いとかに共感する人が10人100人もいるってことは、これは素晴らしいことです。なので書く楽しさってのはそういうことですね。伝える楽しさであり、自分自身の意見の表明というか表現でもあるし、それを誰かに認めてもらう。 SNS だといいねとかつきやすいので、これがつくってことも役に立ってんだなっていうふうに思えるのでね、とても楽しいことなんですね。なので文章を書く、情報発信もそうだし、こうやって話すこともアウトプットで楽しいことですけども、私の場合はまあ特に書く方が楽しさを感じるので、本を書くということを仕事にしているわけですね。ということで、カバサワの幸福の瞬間ベスト3は映画ですね。映画を見てるとき、これは楽しいです。やっぱり映画ってこういう閉鎖空間で見る、映画館という中で見る、そうすると没入できる、集中できる、それ以外のことを忘れられるというか、考える暇はない。映画見てる最中に何とかってどうしようかなとか、何とかしようかなとか、いろんな余計なことって考える暇がない。映画ってバーって見てるわけだからね。だから辛いことや苦しいこと誰でもあるとは思うんだけど、映画に集中してる間はそういったものも忘れるし、そこに没入することができて、また異世界とか異次元とかアニメとか知らない世界とか、いろんな未体験の世界を疑似体験することができるという、あるいは他人の人生を生きることができる。一人の人間であると自分の人生しか生きられないけども、映画を見ると他人の人生を追体験することができる。もう一度別な人生を生きることができるというふうにも考えられると、映画ってのは楽しいですね。これはね、なんで私はそういう最大の娯楽っていうのは映画というふうに思っています。なので映画を見てる瞬間が幸せというふうに言えるわけですね。皆さんもこういうふうに、何が幸せですかって言われた時に、これが幸せですっていうことを言えるようにする、言えるようになっているとものすごくいいんじゃないかなと思います。私のこの3つの幸福って本にも書かせていただいてるんですけど、幸せの拡大再生産っていうことを言ってるんです。つまり自分が楽しいと思う、例えば私の場合映画好きですって言ったら、映画見てる瞬間がすごい幸せですって言った場合において、じゃあ映画たくさん見たらもっと幸せだよねと、今月3本しか見れてないんだったら月5本見たらもっと幸せだよねと、月10本見たらものすごく
く幸せだよねっていうことになってくるじゃないですか。じゃあ映画をたくさん見るために時間をこう作って、なかなか映画館で映画を見るってまたまた2時間という時間が必要になってきますので、時間の調整っていうのは結構難しいことになってきます。私月10本、まあ、映画館で映画を見ようって言ってんだけど、今なかなかコロナ禍なので難しいんですけども、コロナの前はだいたい月10本映画を見てたんですけども、それも時間を調整しないと10本見るってことはできないんですけども、それでも自分は映画を見てることが楽しいからってことで、時間をうまく調整して時間術を使ってですね、自分の楽しいをどんどん拡大再生産できるんですね。だから皆さんも自分が何をしてるかが幸せかってことをよく理解したら、それを増やしていけばもっと幸せっていくらでも増やしていけるので、ぜひ皆さんの幸福な瞬間というものを普段から感じ取りながら、幸せのアンテナを立てながら、ぜひね生きていっていただきたい。それが皆さんが幸せになるコツだというふうに思います。その他の幸せになる方法はね、この精神科が見つけた3つの幸福に詳しく書かれてますのでね、読んでみてください。最初の38ページまでが無料で読める無料版もダウンロードできますので、説明欄からダウンロードして読んでみてください。